60年にわたって戦没者の遺骨や遺品を収集してきた国吉勇さんの戦争資料館で保管されているおよそ10万点の遺留品の整理が進められています。中には名前が刻まれた遺留品もあり、県外から沖縄に通う遺骨収集ボランティアが遺族のもとに返すための取り組みを始めています。松本記者のリポートです。那覇市にある戦争資料館は60年にわたって戦没者の遺骨収集をボランティアで続けていた国吉勇さんが自宅の一角に作ったもので、戦時中の薬瓶や水筒などおよそ10万点の遺留品が並んでいます。6歳で沖縄戦を経験、母親や兄弟合わせて5人を戦争で亡くした国吉さんは、戦後60年にわたって遺骨収集を続け、およそ3800柱の遺骨を地中から掘り出し、万年筆などのさまざまな遺留品も遺族に返還してきました。この遺骨が出てくるもんですからね、出てくる間は掘って出てくる間は続けてあげようかなと思ってるんですね。だから遺骨の方はまた僕らに出してもらったら明るいところに出てきて喜ぶと思いますからね。収集活動を引退した後も資料館の案内は続けていましたが、3年ほど前からは体力の限界と閉館状態が続いてきました。お邪魔いたします。失礼します。失礼します。お邪魔いたします。この日資料館を訪れたのは、青森県から遺骨収集のため沖縄を訪れている浜田哲司さんと律子さんです。ここにもう20年以上前に来させていただいて、でね、最初は取材でしたけどね。当時全国紙の記者だった浜田さん、国吉さんとの出会いが20年にわたって沖縄で遺骨収集をするきっかけとなりました。お前たちはこんな節目の時しか来ないと、だからこそできれば一人の、専門者の方の遺骨でも掘ったらどうだ、拾ってあげたらどうだっていうふうに言われたんですよね。2人は名前のある遺留品をお預かりするためにこの日資料館に足を運びました。洗って削り取ってお名前が分かり、舞台が分かれば検索できる可能性があるんですよね。国吉さんが高齢となり資料館の遺留品の管理が難しくなったため、家族は引き取り手を探していました。浜田さんなんかが、いろいろ水筒だとか飯盒だとか身元が分かりそうなのを全部調べるってことで一旦こちらの方から持ち出しますけれども、身元が分かるものを遺族のもとに返してもらうようなこういう活動が本当に助かっております。じゃあそれで今までの例だったらここに書いてあるか、こういうところに書いてあることが多いんです。爆撃によって原型をとどめていない水筒、銃弾の跡が当時の戦闘の激しさを物語ります。戦争がどんなもんだったかっていうのが分かるの。遺骨を遺族のもとに返すために始めた収集活動、焼かれてるから余計劣化が激しいよな。荒垣病院号か。あるな、あるな。三国。遺留品に残された名前から遺族を探して DNA 鑑定を働きかけるきっかけとして、そして遺留品が遺族にとって大切なものであることをこれまでの活動で痛いほど感じてきました。でこれまでの経験上いろんなものをお返ししたんですけど、もう涙を流して喜ばれるんですよね。 DNA 鑑定で遺骨がそのふるさとに帰る、家族のもとに帰るというのが非常にもう例が少ないんですね。たとえ本当にどんな
ボロボロなものでも遺族の方にとっては大事なものだと思いますので、なのでできる限り名前を探して返したいと思います。家族を亡くした遺族の悲痛な思いが浜田さんたちを突き動かしています。比嘉さんとか中んだかりさんとか沖縄の方の、ね、名前も刻まれたものもありましたので、これはもう数が多くてダメかもしれませんけど、諦めずに最後まで探したいと思います。名前が書かれた遺留品はおよそ50点確認できました。資料館にある名前のない遺留品は来月以降、県の平和記念資料館が引き取りに向け整理を開始します。これは物言わぬ戦争の証人なんですよね。だから国吉さんがこうして集められたものということのね、重みっていうのを次の世代がね、きちっと受け継ぐんだ方がいいかなと私たちは思ってるんですけどね。このように身を粉にして収集や返還に取り組まれている方がいること、それでもなお多くの遺品や遺骨が残されているという戦争がもたらした現実というのを直視しなければならないなと改めて思いました。国吉さんが収集した場所などの記録をしっかりと残されていることから、浜田さんたちは希望を捨てず遺族に返す活動を続けていきたいとしています。